はい、それでは新大阪の先ほどの東改札口に着きました。ここから大阪東線っていうのに乗って白北公園駅というところまで向かいます。で、白北公園から降りて16分ほど歩いて大阪市立芸術創造館になります。では行きましょう。まあ、2番ですね。これ、こっちから行くとエスカレーターで降りれます。はい、白北公園通りです。それでは東口に進みます。ざっとした地図です。学ゼミっていうのがあったらこっちですよ。はい、でここを見るとやっぱり一番近いのはそこのファミリーマートで、一番近いスーパーはそのアプロで、一番近い杉薬局はそこでした。ちょっと入っていくまでねお送りしましょう。なんまらず帰りは僕ここからタクシーで駅まで行ったらいくらかかるかも計算しておきます。